返しました。ポドリャク氏はロシアが全然音が違う。こうするかどうかは、皆さんこんにちは、レーシングドライバーの井口拓人です。かなり忙しくて YouTube を全く上げておりませんでしたが、久々に、ネタができましたので、今日はプロバさんにやってまいりました。マイカーの BRZ をですね、今回は、見た目とか走りではなくて、音のチューニングをしてもらうということで、ドライブ中に、やっぱりいい音で音楽を聴きたいので非常に楽しみなアイテムを投入していただきます。楽しみです。すんごいコードあるな。その線にオンするだけですか？そうです。アンプを？はい。ほう。そういうこと。はい、これでアンプの方ですね、取り付けが終わりました。ビートソニックさんのトーンというアンプなんですけども、今実際に電源というか入れて、今ラジオを聴いてる状態で、これからですねアンプの方をオンにしていきたいと思います。これノーマルのナビで、ノーマルのスピーカーそのまま使って、このアンプを取り付けてオンにした時にどう変わるかです。原発冷却水の貯水池に遺体を新たに埋めたと非難しました。ポドリャク氏はロシアが全然音が違う。こうするかどうかは世界の対応次第と、自体も大きくなってますし、なんか純正だとこの辺でワーンとしてるだけなんですけど、こう全体にこう音が広がっていくような感じになりました。すごい。これをまあこういうパネルとかは外さなきゃいけないですけど、変わってお天気です。パネルは外さなきゃいけないですけど、違う、カプラオンだけでこのアンプを取り付けられるということで、これはちょっともう86はあるんですよね。で BRZ 用を今こうトライで僕のにつけていただいたんですけども、これはドライブされる方はこのアンプ一つで音が変わるので、ぜひつけていただきたいと思います。もう値段は決まってるんでしょうか？52,800円です。52,800円で、カプラーオンでこれだけ音が変わるということなんで、こういうアンプって本来もっとすごい高価なものですよね。そうですね、プロセッサーっていう機能が入ってると大体10万ぐらいってよく言われてますので、はい、そうですよね。52,800円でこのサウンドを楽しめると、楽しみですね。ビートソニックさんの、はいはい、ホームページありますか？あります。はい、ビートソニックさんで検索をしてみてください。最高です、音が。ありがとうございます。